レっていう世界的に有名なドラマが高価な宝石を盗んだって話か。ルパン三世知ってるやつはいるか。おお、やっぱり有名なんだな。みんなも気をつけるんだぞ。って言っても、まあ、ルパン三世が盗みそうなもんは誰も持ってねえな。俺も持ってねえけどな。まあ、聞いてってくれよ。頼んだぜ、最後。さあ、俺たちは盛り上がっていこう。セリオス、はい、はい、イエー、ひとみつだぜ、はい、はい、ガンガン行こうぜ。食事の前に一踊りしていくか。おいおい、これはごめんだぜ。ノリが悪いとうまい飯が逃げしまうぜ。そんなわけないんだ。さあ、行きました。
話はどこかで聞いたことがあるような、ないような。どこか懐かしい、まるで私のための戦術。いやいや、それはおかましい。いや、しかしこの込み上げてくるものは。こんなにも勇気づけられたのは初めてです。いやー、いいものを聞かせてもらった。ありがとう。俺、警察は嫌いだけどさ、あんたいいやつだな。警察にもいいやつはたくさんいるんですよ。私たちはこれで行くぞ、マイシマ。はい。あ、大事なことを聞いてないんだよな。あの、ルパン三世を見かけていませんか。いや、見てないね。ありがとうございます。だって昨日あなたが盗んだ宝石、どう考えても私の方が似合うでしょ。そりゃそうさ。すんげえべっぴんさんだな。私にプレゼントしてよ。ダメ？わお、プレゼントしちゃおうかな。いや、おいおい、じいさん、うらやましいじゃねえか。おじいさん、わしはな、じいさんはじいさんでも女にモテモテのじいさんなんじゃ。わかるか？見た目からは少しもわからねえよ。ネズミで決着つけようって言ったら不二子だろ。諦めな。あら、そんなこと言ったかしら。やだ、何するのよ。おいじじい、昼間から何やってんだ。違う違う、触ってない、触ってない。ねえ、ルパン。うわ、しっし、ルパン。今、ルパンって言わなかったか。そう、ショパン、ショパン。わしゃ、音楽が好きでな、ショパンと呼ばれてるんじゃ。ショパンか、そうだよな。ルパンって言ったら、世界的に有名なドローだろ。びっくりしちゃうぜ。助けて、ルパン。ルパン三世、宝石を渡してもらおうか。めちゃくちゃルパンって言ってるじゃねえか。あー、もう面倒増やしやがって。ルパン三世だ。バレちまっちゃしょうがねえ。自衛隊って妙な動きはするな。客、俺はうまい飯を食いたいだけなんだ。ならさっさと宝石を渡して、飯でも何でも行ってきな。ルパン、何するのよ。渡してもらおうか。ふじこなんてほっとけ。助けて、ルパン。わかった、ほらよ。おい、ルパン。ふじこが人質じゃしょうがねえだろ。懲りない男だぜ。さあ、ふじこを話してもらおうか。ルパン、プレゼントは確かにいただいたわ。なる、ありがとう。ほら、ヤルコちゃん、フジコ、そいつら仲間だったのか。あんたはそれの何か。あー、もしもし、さっきの刑事さんか。今目の前にルパン三世と次元大介がいるんだ。あ、だからさっきの工事現場だよ。もうこれ以上話をややこしくするなっつーの。そいつは俺の獲物だ。昨日の続きといこうか、フジコ。Thank you.
を隠すってことで。藤川、あっぶねえだろうね。当たったら痛いんだぞ。まだ終わってないのよ。俺に銃を向けるとは覚悟はできてるんだろうな。もちろん本気よ。やりよわブルーベン。もうさ、シートから行くのは早すぎるんじゃないの。ゆめ、ゆめ、封じ込めます。もう銭形、邪魔しかけるんだ。じゃあ、ぜ何をする。おい、今お前たちを狙いやがったぞ。もし狙ってたなら今頃危ないで、少し離れてな。そうだ、そこで最高の音楽を頼むぜ。スタートよ。困った。
무슨 꽃이야? こんな簡単な手に引っかかるなんて、詳しくないぜ、藤子。大物のネックレスはお前が来た時ここに隠したのさ。俺のポケットにそんな高価なものが？おい、ルパン。ああ？太陽だ、ルパン。ルッツァ、生きてたのか。お前を捕まえるまで俺は死ねん。ルッツァも降りないね。それは最新式でお前専用の手じゃった。こんなの俺たちはチャンスのボタンも同じだぜ。おい待て、ルパン。邪魔して悪かったな。最高の演奏だったぜ。こいつはチップだ。おお、行くのか。ありがとうな。また来いよ。ルパン、そっちは行き止まりだぜ。ケム、こっちから行けそうです。でかした。こんなビルなんじゃ、おーよくて、おーここにあるぞ。手こずってるようだな、ルパン。やるわー、こんなややこしい手錠なんか作ったやつは。その手錠は、この鍵がなければ、まあ腕を切り落としてもしない限り外れません。観念しろ、さあ、こっちに来い。ケンさん、ありがとうな、助かったよ。いやいや、こちらこそありがとうございます。あと名前は？マイスター渡です。マイちゃん、ルパン、さっさと歩くんだ。ケム、何ですかそれは。何言って、え、なんだこれは。待て、ルパン。俺たちもずらかるぜ。承知。捕まえてやるからな。おっさん、俺様はでかいと思うとこだ。いつだって見て立つぜ。世界中からお集まりのルパンファンの皆さん、今日は楽しかったぜ。じゃあな。必ず俺が見つけ出す。マイシュワ、あとは頼む。